ターです。いやあ、お送りくださいはい、どうもレッシュータイムです。ちょっと待って、マスクはつけてこう。マスクちょっと今日は何の恥ずかしがりやん待たせたな、ほんだ。はい、何アミゴです。アミゴです、お願いします。ということで、はい、レッシーさんと何アミゴさんとのコラボ企画で、はい、よいしょあの、はい、外でやるのめっちゃ珍しいです。あ、そうですね。これかなり新鮮やと思います。確かに。で、今日の企画なんですけど、はいはい、街行くカップルに彼女さんの方に、はい、理想の年収っていうのを聞いていって、で、その時の彼氏さんの反応で、さらに、まあ、できたら彼氏さんに年収言ってもらって、あ、その時の彼女の反応でね、苦い顔、もう下手からそこでフェイドアウトする可能性もなしにしろあらず、はい、面白い、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。もしよければ5分ぐらいアンケートして社会人社会人さん、ノリエンちゃうんか、大阪は。本当だけ動画出てもらったりとかできない、難しい。今日参考っす、参考です。ありがとうございます。 YouTube いいっすか。彼氏さんは社会人ですね。年齢としては大体おいくつぐらいなんですか。ああ、いいですね。僕らもちょうどアンケート取ろうっていうのが20代社会人、観光のお客さん。お客さんっていう。アンケートの内容。理想の年収、彼氏さんの年収のを彼女さんから聞かれたりとか、でもし差し支えなければ彼女さんと他の年収を彼女さんに言ってもらうっていう。あ、ざっくりした感覚でいいんで、理想、そうそう、だから、まあ、理想と現実は、まあ、ちゃうから理想と現実はで、彼氏さんの頑張る過程が、そう、それよな、一番はバシッとはっきりとともらえたら嬉しいです。400万らしいですから、寂しいですでもこれが彼氏さんがもし今後何かの結果でグッといって彼女の理想に近づいて結婚する、でも将来的な意味も含めての400万。あ、まあまあ確かに相場現実的、うん、ちょっと女の子の理想は現実よりもちょっと高いよと、あんまり頑張ってくれよとっていう報告、はい、報告でありがとうございました。この感じ完全に一泊二日でしょ。あ、そうですよ。冬休み的な。あ、まだです。テスト前にだからもうストレスをパーンとこう遊んでいけるよ、ちょっといけるかで、質問なんですけど、はい、理想の年収どれぐらいですか。理想の年収、年収ですね。年収500万。あー、まあ500万ぐらいで全然いいとかなんかもうちょっと多く稼いでくれよって。あー、いけるとか、いけるんだ、いけるとか月40万は絶対切るなよ切った時はここを切るぞと。彼氏さん、それ聞いてどうですか。彼氏さん、自分今料理人の、おお、求人帳で50万だったんですよ。はいはいはい、それいけば50万もらえる。え、顔つきが変わったもん。あれ、金にしか見てない。チャリン、チャリン、あれちょっと一旦置いとこうかみたいなおテストどうでもいい。私が落ちたところで稼ぐ稼ぐ。そうですね。え、その話だけも彼女は知ってたの。いや、知らなかった。どう、あ、そうなんや。へぇー。そんな感じで、じゃあ彼女さんの理想は年収500万。余裕と。アンダーね。アンダー500万。それ彼氏さんは将来越せるよと。結構頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。学生さん、はい、学生さん、ちょうどよかった。僕ら今アンケート取ってまして、彼女さんが思う理想の年収っていうのを600万。あ、最高出た今今までのアンケートの最高が出た。600万ってことは月が50万。ただね、さっきアンケート答えた子は和食の料理人で求人で50万もらえるよっていう子も、ただ今の彼女さんが50万欲しいなったら聞いてみたい。彼氏さんは今のこう目標的なものは何かあるんですか。経済学部なんで、はいはいはい、金融関係形として稼げてないから。あるね、これじゃあ年収600あるね、これ600あるよ、これありがとうございます。あの、今もアンケートちょっと答えてくれてる。もうみんなほんま将来有望。彼氏さん的に言うと600って聞いた時どう思いました。ワンチャン
自分次第です。すみません、まあ、全てにおいて自分次第からな。その理想に林さんも近づけるように、はい、そう頑張ってくれるっていう映像画にしよう。そうです、林さん、そんな感じで、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。さあ終わりました。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。練習、やっぱ思ってる、高く思ってます ね、 すね、女の子もね。いやほんまにそうですね、希望がありますね。でも内野くらいで現実味のある数字、マジで頑張ったらいけるかなみたいな。そう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 、男の努力次第みたいなみたいな感じです。今日の動画のアンケートでスイッチ入ったとこ多分おると思う。あ、確かに、あ、そうです、それは間違いない、はい、あ、彼女そう思うとんや、頑張らな、ねえ、タブ君。はい、僕はもうあれなんで。トータルで見たら、ちょっと男は500万ぐらいは稼ごうねみたいな。そうですね、なんか雰囲気その辺は稼いといた方が良さそうな。女の子にもね、ちょっと好きなの買ってあげるぐらい生活がいいんじゃないですか。確かに。まあ、ほんじゃ世の男性は500万頑張って稼ぎましょう。それではありがとうございました。ありがとうございました。